記号12日ロイター記号-米プロバスケットボール協会 NBA は12日、各地で試合を行い、キャバリアーズはホークスを123-114で下した。キャバリアーズは、レブロン、ジェームズがキャリアハイに並ぶ17アシストを記録。得点でも両チーム最多25得点を決めたケビン、ラブは17得点12リバウンド、カイル、コーバーは19得点を決めた。スパーズはマーベリックスに89-95で屈し、4連勝でストップ。ラマーカス、オルドリッジは23得点、13リバウンドをマーク、ルディ、ゲイは21得点を決めたが、及ばなかった。その他、ピストンズはナゲッツに84-103で敗れ、7連敗。ニックスは延長の末にレイカーズに113-109で競り勝った。ネッツはウィザーズに103-98で勝った。